どうも、キヨでーす。今回は、平凡な毎日というゲームをやっていきます。いやー、このさ、タイトル画面に優しい BGM。なんかまるで今から子供向けの絵本でも読むんじゃねえかと、勘違いする人いるんじゃないですか？いませんね。やっていきます。もうベラベラ喋っててもベラミになっちゃうんでやっていきます。ニューゲーム。さてさてさて。お、来た。あ、なんかさ、すげえ今平和な感じするけど、ちょっと先に言っとくね。みんな先に言っとくよ。これ割と怖めのホラーゲームらしいんで、全く正直今の俺からしたら想像もつかねえけど、これホラーゲームらしいんで、ちょっとそこだけ注意しといてね。さあやってこう、走れはするのか。で、なんか調べれたりするのか。おーっと、急なインパクトだけで言うと100点の絵が出てきたな。なんだこの絵は。自己主張の激しい絵だな。これお父さんとお母さんか。お父さんとお母さんもうちょっと描け。手だけかよ。あー、何をすればいいゲームなのかね、俺わかんないんだよね。あ、あれがパパとママかな。ちょっとさ何も調べれねえんだけど、何にも出てこないんだけど。てかこれ配置おかしくねえか、ベッドの。お父さんとお母さんここで寝んのか。なんだこの位置。ピアノの、なんだこの位置。いや、おはよう。お、お父さん、席に着きなさい。ご飯にしよう。はい。もうなんか、いい家系で育ってる感じすんな。あら、おはよう。あの、冷めてんな。クソ冷めてんじゃねえかよ、お母さん。もうちょっとなんかかける言葉あるだろ。ご飯にするわよ、みたいなさ。あ、これでいいのか。いただきます。いいね。礼儀正しいのいいね。ごちそうさまでした。いいじゃん。優しい感じすんな、この家庭。じゃあ、仕事に行ってくるよ。おう。私もちょっと出かけてくるわ。はい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 。なるほどね。これ多分お父さんとお母さんみたいなのがいなくなった後になんか怪奇現象が起きるみたいな感じなんじゃない？スーパーでセールをやってるのよ。お、行ってらっしゃい。お留守番しつつみたいな感じかな。と言ってもさ、これ本当にね、何ボタンを押してもなんか調べれる。普通だったらさ、なんかさ、あ、花だみたいな、ここ、あ、コーヒーだ、キヨは飲めないようだみたいなさ、なんか出てもいいじゃん。ダブルベッドだ、意外と今の年齢でもラブラブなんだみたいなの出てもいいじゃん。何にも出ないんだよね。戻んのかな。これ2階が自分の絵なのかな。あ、分かった、なんかこれじゃない。あ、これも関係なしか。この絵なんかほんと改めて見るインパクトでかいな。なんかすごいな。何を描きたくてこの絵を描いてんのこの子は。お父さんとお母さんと買い物に行ってよみたいな絵でもないしさ、僕を見てみたいな絵じゃん。何をすればいいんだ。あ、今日はもうやることもないし寝てしまおうか。クズ野郎、お前にニートはクズ野郎。あ、別になんか起きたわけでもないんだよね。おーいーっと来た。はい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 。あー、待って、これ分かったかも。これさ、この絵が変化していくみたいな感じかな。完全に顔だけないもんね。で、特に調べれるところもなくて、これ、あ、え、これ いつなのこれは。1日経ったってことなの。本当にこいつ何もしないで1日過ごしたの。いや、おはよう。席に着きなさい。ご飯にしよう。お前それしか言えない。ロボットみてえだな。もしかしてお前、あら、おはようだけじゃねえよな。あら、おはよう、ほんとに。セリフ、もうちょっとさ、なんか、家族の話しようや。昨日パパお疲れみたいな。いただきます。主人公もロボットだな。ごちそうさまでした。うん。で、じゃあしよう。見たよ、さっきこの流れ。再放送が早いよ。2分後ぐらいに再放送流れてるよ、これ。で、嘘だろ？おい、またスーパーでセールやってんのか。教えろ、そのスーパー。潰れんのか。これ、同じ時間をぐるぐる過ごしてんのかな、もしかして。で、主人公だけは、あ、でもそういうわけじゃないよね。あの、これちょっととりあえず戻ってさ、この絵が変わってるってことなんだよね。変わってない。あ、寝たら変わるんだっけ。あ、これで寝て絵が変わってたらそういうことだよね。この絵以外は変わらず時間が過ぎてんのかな。とりあえずまたニートの一日を過ごして、こいつ、おはようでさ、ご飯食っていただきます、ごちそうさまで、一日寝るって、もう本当にクソ野郎だな。おー、はいはい
いは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 い、なるほどね。はいはいはい、こう変わってってんのね。最終的になんかさ、ぐちゃぐちゃになりそうじゃない。さて、ここも同じ時間を過ごすのかな。いや、おはよう、席に着きなさい、ご飯にしよう。これが全く同じ時間を過ごしてないとしたらだよ、毎日毎日違う日を過ごしたらだとしたらだよ、お父さんとお母さんさ、毎日これ言ってんなって思わないのかな。いただきます、ごちそうさま。ここはいい、ここは礼儀正しいもん、好き、すごい礼儀正しいのはすごい好き。で、お仕事だろ、仕事に行ってくるよ。もうそうだよな、3日連続でスーパーでセールか、まさかの。マジか、3日連続か、そのスーパー潰れるぞ本当に。なぜセールって言ってんだ。で、また戻っていいのかな。あ、なんか、あ、びっくりした、今 BGM ゆっくりなったなと思ったけど特に変わんないな。で、一応チェックしとこう。あー、これなんかさ、黒丸目目目口なのかな、これ何なんだろう。これ今日はもうやることお前3日間何もやることないのか。なんかしろ、外に出ろまず。あ、外に出れんのかこれ。次やってみるか。はい、そして、おお、一気に来たね。なんかちょっと一気に怖くなって、でもこれなんか緑と赤の位置が変わってる、そういうわけじゃないのか、色が反転したりしてんのかな。いいじゃんいいじゃん、ちょっと怖くなってきてんね。ただここは変わらずか。そして、いや、おはよう、席に着きなさい、ご飯にしよう、ロボットね。はい、いや、おはよう、席に着きなさい、ご飯にしよう、ロボットが喋って、あら、おはよう、ロボットでしょ。こっちの席つけんのか、つけない。外は、あ、外に出られない、どういう状況、監禁。席つくよ、なんだ出られないって。いただきます。あ、ご飯食ってないからかな、ごちそうさまでした。仕事行く、これはね、まあお仕事はね、定番。ここからでおかしいの、何かがおかしいの。スーパーのセールが長い、4日連続もう1週間セールとかやってんのかな。なぜ出られない我だけ。戻ればいいのか。あれ、まだ何も起きない。でもこの絵の変化しか起きてねえの。おう、この家の世界観にね、全く合ってない絵の怖さだな。今日はもうやることお前、一番怖いのここだぞ。4日間何もやることないから寝るっていう発想に至ってる主人公が一番怖いぞ。おやすみ。はい、そして、なんだ、真っ白だぞ、ついに何もなくなったぞ。どういうことだ、お、誰だお前。あ、お前何、本の世界から出てきてんだ。おいおい、お前本の世界にいたやつだよな。おい、黒いの、お前本の世界にいたやつだよな。全然聞かない、全然聞かない、まるでうちのこの親父と話があるかのような、全く俺の話を聞いてくれない。おいおいおい、コナンの犯人、全然。いや、おはよう、席に着きなさい、ご飯にしよう、変化に気づけ、目の前にいるんだぞ変なのが。あら、おはよう、そして席に着くのか。お、待て、いただきます。ちょっと待って、この流れだと、おいおい、この黒いやつ、この変なやつと俺二人きりじゃねえかよ、気まずいって。さすがに仕事行く、まさかのセール、セール行く、セール行く、行ったー、セール行ったー。二人きり気まずっ、気まずっ。え、どうも、はじめまして、キヨって言います。はいはい、失礼します。気まずいんで僕失礼します、お先。これ完全にあの絵本の世界から出てきたってことなのかな。また寝るか、やることあると思うけどな、おかしいじゃん、あの黒いやつ。まあ寝るか、まあいいだろう。そして、あの黒いやつがどうなってるの、急に来るな、すごい勢いで。どこ行ったあいつ、なんかルパン三世の敵みてえな面してたけど。 BGM もない、これなんか起きるね、これなんか起きるよ、俺にはわかる。進むね、絶対なんか起きるよ。おお、え、おーおーおーおおお、え、ちょっと待って、ちょっとごめん、画面から遠いからちょっと近くで見ていい？え、これさ、キッチンの上、お母さん、これ。あ、てか、違う、お母さんだ。しかも、あの、まな板の前に、絵本から出てきた黒いのがいる。お父さん、どこ行ったんだ？何？急に。え、な、え、中に、何か入ってるように。
お父さんとかじゃないのこれ。急に怖くなってんね、確かに。あ、なんか雰囲気が全然違うもん。え、これ誰、なんだろう、暗くてよく見える、これお父さん、これ体どっちだ、ちょっと俺もよくわかんねえ。おい、黒いの、おいお前もののけ姫に出てたよな、おいお前もののけ姫に出てたよな、完全に。なんだろう、暗くてよく見えない、見えるだろう。え、これでいいの、これでまた戻るの、なんか他、あ、でもさ今さこの調べれるようになってたよね、ここ他のところも調べれるようになってんのか。戻ろう、明るい、こっち、いや部屋は明るいな、拍手は変わらずか。今日はやることもないし寝てしまうか。お前バカか、バカか、なんで今のリビング見てやることないと思う、警察に電話する、バカか、警察がないとしても家出ろ。わ、変わらず BGM がナッシングのままだ、白紙だね。どうなってんだ、どうなってんだ、どうなってんだろう、行くよ。あ、綺麗になってんな。あ、ここも調べれなくなってる。あ、何の音、何の音、こっちもいけない。え、何の音これ、調べれない、これ血か、血がついてる、近づいてるっていう意味、嫌だー引くほどオカマみたいだったな俺今。僕は見た、悲しみと憎悪に包まれたその何かを。気づくと朝になっていて、父さんと母さんは行方不明になっていた。悲しみに何日も泣き続けた。わかる、お父さんとお母さんがいなくなったのは殺されてたしな、結構グロい感じで。ただ今近づいてきて襲われたよな、どう助かったんだろう。しかし人はどんな辛さも受け入れる。そして両親を亡くした辛さなどすっかり忘れ、あれから25年が経った。すげえ経ってる、25年はすごい経ってんの。未だにあの日見たあれが何だったのか、それは分かるよしもない。ただ今の僕は、え、最愛の妻と可愛い娘もできて幸せな人生を満喫しています。父さん母さん、天国から僕の人生を見守っていてください。え、なに、怖っ、全然理解できなかったけど怖っ。いや、みんな動画が終わったと思わせといて、まだ終わってないパーティーなんだけど、なんかね、あの襲われたじゃん、あれから逃げ切るエンドがあるらしいんだよね。そこまで進めたんだけど、このさ、なんかどん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 来なかったっけ、あれ外に出られない、ここ、ここか、これ来た時のさ、あー、おー、来た来た来た、これで逃げ切れるポイント、逃げ切れた、これのエンディングがあるんだって、あるんだってごめん、変になまっちゃった。僕は必死に走った。これがさ、トゥルーっていうか、普通気づかないもんね、こんな風に逃げるなんて。ひたすら間もなく夜が明けるであろう頃まで、気づくと朝になっていて、外で倒れていた僕を警察の人が保護してくれていた。これあれなのかな、あのなんかさ、首吊りみたいなことしてたじゃん、娘と奥さんが。それじゃなくてさ、あれは呪われたからなっちゃったのかな、ああいう展開に。母さんと父さんは行方不明になっていて、その後見つかることはなかった。あー、まあその前夜だったもんな、その1日前に殺されてる感じだったもんな。悲しみに何日も泣き続けた。しかし人はどんな辛さも受け入れる。そして両親を亡くした辛さなどすっかり忘れ、あれから25年が経った。ここら辺変わんないの。未だにあの日見たあれが何だったのか、それは分かるよしもない。ただ今の僕は、こっからだよね、こっからなんか、おー変わってるね、ほんとだ。
最愛の妻と可愛い娘もできて幸せな人生を満喫しています。父さん、母さん、天国から僕の人生を見守っていてください。あ、ここら辺なんか文は変わんないのかな。あ、お、あ、終わった。あれ、終わった。